名前は田山健二です。父の後を継いで笠間で作陶しています。東京の美術大学で彫刻を専攻しましたが、京都で陶芸を学びました。現在私の作陶の目的は自然と共にです。土からの原始的な感覚を大切に創作していて、小引き、焼き締め、俳優の器を作っています。焼き締めは薪窯で5日間かけて焼成します。今かやぶきの家に住み、とても自然を近くに感じる生活をしています。そしてまた自然への畏敬の象徴として鳥に思いを込めて塔の鳥を制作しています。昔から鳥が好きでした。練り込みの技法を使い、羽を1枚ずつ作り、塔として後世に残る作品を目指しています。